チャールズ・ジャーバスによる肖像画1710年。初代ブリッジウォーター公爵スクループエジャートンは、グレートブリテン王国の貴族、帝臣、地主。エジャートン家出身の人物で、1687年から1701年まで、ブラックリー主爵の儀礼称号を、1701年から1720年まで、ブリッジウォーター伯爵の称号を使用した。 第3代ブリッジウォーター伯爵、ジョニー・エジャートンと二人目の妻ジェーン・ポーレットの息子として1681年8月11日に生まれ14日に洗礼を受けた。1701年3月19日に父が死去するとブリッジウォーター伯爵の爵位を継承した。1702年から1711年までと1714年から1728年まで、 バッキンガムシャー党官を1703年から1705年まで、ジョージ・オブ・デンマークの進出自重を1705年から1708年まで、ジョージ・オブ・デンマークの主名頭を1714年から1717年まで、大大子使ヒキャロライン・オブ・アーンズバックの区内長官を1719年から1727年まで、ジョージ一世への進出自重を務めた。 1720年6月18日、ブラックリー公爵とブリッジウォーター公爵に除された。議会ではブラックリー選挙区を掌握していた。1745年1月11日に死去、息子ジョンが爵位を継承した。ジョン・エジャートンとアン・エジャートン、チャールズ・ジャーバス作、1716年。1703年2月9日、エリザベス・チャーチルと結婚、下記の子上を設けた。 1722年8月4日、レイチェル・ラッセルと再婚、夏季の子女を設けた。ありがとうございます。